こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケット。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。さあ、プレゼントが届いています。ご存知ですか？さあ、刀ナミヤ。何かご用でしょうか？5月を3週ですね、今。結構馬体重を消費しております。宝塚記念に、チャレンジです。3連敗してますね。ちょっとやっぱり衰えが始まってんのかなっていう心配はありますね。ありがとうございます。笑顔がいいです。そういえば。さあ、もう522キロになってしまいましたよ。これは辛い。いい感じですね。減量茶まで言われるか。さすがにこれはいけません。減量茶はないです。ないと思います。まずでしょうか。さあ、6月を4週ですからね、宝塚記念は。ご存知ですか？パートナー調教できるんですね、この状態でも。元気いっぱいです。人参か。じゃあこうですね。嬉しそうですね。508キロがベストのはず。どんどん絞っていきます。聞いてくださいよ。大根か。嬉しそうですね。何かご用でしょうか？さあ、6月を2週です。あと2週か。宝塚記念までは。帝王賞なんかはですね、あ、おっと、ビアハイヒでベガにも騎乗。ちょっと流れが良くないな。松坂美京に任せてみようか。と、カーチさんで。クエストを達成しました。ご存知ですか？極秘調教ですね。期待できそうですね。いい感じですね。かなりでも馬体重減らしてますね。今週はレースがあります。4キロだったら4キロ回収させないといけないので、調子を立て直すことを考えたいと思います。おすすめは大根なんで。いい感じですね。何かご用でしょうか。いいですね。ベストオブ体重に結果的にはなりました。 OK、 疲れもそんな溜まってないはずなんですよね。プラスに働くんじゃないかな。一番人気ですね。お、 1.3 倍、ダントツの一番人気。さあ、ビヨンハヤヒデと対決です。他にも、ベガ、それからサバ人気がネイハイシーザーですか。で、ナイスネイチャーも出てまいります。他に桜千歳王もいますね。桜千歳王は翌年、あ、じゃないや、翌年はダンツシアトルだから、あれ94年ですよね。これは94年ナイタ・ブライアンが3冠を達成した年の、宝塚記念をベースにしております。ビアハイではしっかり勝ちましたからね。前残り、やや前残りな予感はしますが、さあ阪神芝 2200m 晴れ両馬場高塚記念、ビアハヤヒデ、ベガ、ナイスネイチャー、ネイハイシーザー、ステージジャンプ、アイルトンシンボリ、いろいろいますね。春のグランプリ高塚記念です。阪神競馬場に夏の日差しがいっぱいです。果たしてどの馬が夢をつかむのか。スタート肝心11番、今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は肩の穴ピアンかビワハヤヒデか、私の夢はマチカネタンホイザです。果たして先頭に行くのはベガが先手を取ります。ネイハイシーザー、そしてそのうちに後ろ行きましたね。その後ろ外を通りましてゴールデンアワー、そのうちからはビワハヤヒデ、まもなく第1コーナーに差し掛かります。その外に10番ステージチャンプ、そしてその後ろからダンシングサーパス、それからマチカネタンホイザ、桜千歳王、外から1頭11番カタノアラビアン、そしてしんがりから4番ナイスネイチャーという展開です。先頭から紹介しましょう。先頭行く2番ベガ、2馬身リード、9番ネイハイシーザー、そのうちに8番インターマイウェイ、それからもう1頭5番アイルトンシンボリ、第3コーナーに向かいます。12頭その後ろでやりましょうか。6番ゴールデンアワー、そして6番手にステージチャンプでやります。ビワハヤヒデがそのうちにいます。3番ダンシングサーパス、マチカネタンホイザー、そのうち桜千歳をここにいました。圧倒的な支持を受けた大本命カタノアラビアンでやります。4番ナイスネイチャー、徐々に差を詰めます。さあ、いよいよ後ろから2頭目が直線に入ってまいります。片野アラビアンがまだ後方、ようやく追い込み体勢。さあ先頭はベガが2馬身リード、怖い馬が来た。11番片野アラビアンだ。大外から強襲、ナイスネイチャーだ。しかもベガも頑張ってるぞ。かわせるか。先頭川岸と片野アラビアン、今日は強かった。復活の高塚記念優勝ですね。なで切りました。1着11番、2着4番、3着2番。タイムもなかなか早いですね。以上のようにビワノイズ、ナイスネイチャーと粘るベガが相手でしたが、おめでとうございます。しっかり勝つことができました。いい感じですね。特別な会話。おう、メロンもあります。ひな祭りケーキ、いい感じですね。放牧です。何かご用でしょうか。出走ですが、なるほど。キングジョージもいいですけどね。キングジョージって取ったっけ、この馬。キングジョージはまだですね。ちょっとね、感覚がちょっと狭すぎる感じはしますが。何かご用でしょうか。これで1番2000枚突破です。久しぶりの勝利となりました。このまま勢いを果たして、WBC、そして、SWBC 再戦というふうに行きたいところであります。それは宝塚記念は3連覇なんですね。うん、すごい。はい、すごいです。さあ、引き続き、現役生活はあとわずかとなりました。WBC、SWBC、制覇に向けて頑張りたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。よろしければブログ、ツイッター、ご覧ください。ライブ配信やっております。ツイッターでお知らせいたします。よろしければフォローお願いします。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。